827万世帯。この数字は、創価学会が発表した現時点での日本国内の信者の数です。2024年の日本の平均世帯人数が 2.23 人のため、単純に計算すると、日本国内に1844万人の信者がいるということになります。これは、日本の総人口の約 15% にあたります。この数字が本当かどうか疑わしい点がないとは言い切れませんが、創価学会が現在の日本を代表する一大新興宗教であることには間違いないでしょう。そんな創価学会に対しなんとなく、危ないや怖いといったイメージを持つ人もいるかと思います。その一方で、彼らが何者か詳しく知っている人もそう多くはいないでしょう。今回はそんな創価学会の歴史と実態を見ていきます。創価学会の起源は、1930年11月18日に創立された創価教育学会です。教育学会という名の通り、もともと教育団体として組織されており、宗教団体ではありませんでした。創価学会の公式ホームページによると、創価という言葉は、価値創造を意味し、生命の尊厳の哲理に立脚した人類の幸福と世界平和の実現という究極の価値を創造しゆくことが彼らの根本的な目的とされています。この創価教育学会を設立したのは、初代会長の牧口常三郎と理事長の戸田常成。二人は小学校の教員で熱心な日蓮召集の信者でした。この日蓮召集が非常に重要となります。日蓮召集とは、鎌倉時代の僧、日蓮が起こした日蓮宗の一派です。この日蓮宗では、妙法蓮華経、いわゆる法華経が重要視されていました。法華経とは、仏教の開祖であるブッダの晩年8年間で説かれた教えであり、ブッダの集大成の教えとされています。仏教誕生の歴史については、別の動画で紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。日蓮はこの法華経こそが仏教思想の原点であり、何よりも重要視すべきものだと説き、この考えが日蓮宗の根本の思想となります。そのため、日蓮宗では、法華経に帰依しますという意味の題目、南無妙法蓮華経を唱えることが重要な修行とされています。それでは日蓮宗と日蓮召集の違いは一体何かというと、根本となる仏である本仏として何を指しているかという点です。日蓮宗ではブッダを本仏としている一方で、日蓮召集では日蓮を本仏としています。そのため日蓮召集では、日蓮をキリストやブッダと同じように崇拝の対象として考え、日蓮大聖人と呼んでいます。この日蓮召集の教えを、牧口らは創価教育学会の教育理念に反映させました。創設者の牧口らは、創価教育学会設立と同時に、創価教育学体系を発表します。ここに牧口の理想とする教育が書かれていましたが、最後に牧口は、真の教育改良は、法華経を根底としなければならないと主張。実際創価教育学会では、教員たちによる研究会に加え、日蓮宗の僧侶を呼んだ講演会などが行われたりしました。なお、日蓮召集と創価学会は、時代を経ていくにつれて、教義の解釈の違いなどの原因により、関係が悪化。1991年に、日蓮召集は創価学会を破門にし、現在、両者は全く関係のない組織となっています。さて、この時点で教育と宗教が結びつくことについて、アレルギー反応を示す人もいるかもしれませんが、日本だけでも、キリスト教系や仏教系の学校が多く存在していることを考えると、別に不自然なことではありません。例えば、難関私立大学の一つとして名高い、上智大学は、フランシスコ・ザビエリでおなじみのキリスト教カトリック系修道会、イエズス会が創立した大学です。他にも、
駅伝の強豪として知られる青山学院大学も、キリスト教プロテスタント、メソジスト派の大学として知られています。しかし、創価教育学会が根本とした日蓮召集には少々過激な考え方がありました。それが、法罰論というもの。法罰論とは、日蓮召集の教えを信じず、また、その教義内容を批判するような人間には罰が当たる。だからみんな、日蓮召集を信じなさい、という考えのことです。そのため、日蓮召集ではこの法罰論に基づき、入信の際に他の宗教や宗派で配られるものは、すべて破棄することとされています。まさに某カリスマホストのように、日蓮召集か、日蓮召集以外か、というわけです。当然このような考えは、他の宗教、宗派との間に軋轢を生むこととなり、日蓮召集の考えを根本に持つ創価教育学会も他の宗教団体と小競り合いを起こします。そしてやがて、彼らは大日本帝国そのものとも揉めることになります。創価教育学会が誕生、発展した1930年代という時代は、満州事変、226事件、日中戦争と日本が戦争に向かって突き進んでいった時代でした。そんな時代背景の中、日本政府は天皇の存在を神格化させることで、日本国民を一つにまとめようと考えていました。その政策の一つが、創価教育学会を危機に陥らせます。太平洋戦争中の1943年、日蓮召集の総本山である太石寺の大書院が訓練所として軍部に徴用され、訓練所の所長らによって、天照大御神のお札が大書院に祀られるという事件が起こります。太石寺ではその教義上、神道のお札を祀ってはいけなかったため、当然軍部の行動に対し抗議しました。しかし、軍部は聞く耳を持たず、太石寺は仕方なくお札を祀ることにします。そして太石寺は、牧口や戸田ら創価教育学会のメンバーを呼び出し、創価教育学会もお札を祀るように言いました。しかし、彼らはこれを拒否します。結局軍部はこの行動を治安維持法違反と天皇に対する不敬罪と判断。牧口や戸田らは逮捕、投獄され、創価教育学会は壊滅的な状態に追い込まれたのです。さらに、初代会長の牧口は、投獄後も信仰を変えることはなく、逮捕の翌年、1944年に獄中で亡くなってしまいました。一方、同じく投獄された戸田の方は、獄中で毎日1万回題目を唱えることに励み、法華経全巻を読み進めていました。そして何度も読んでいくうちに、戸田はあることを悟ったと言います。いわく、仏とは生命である。自分の命にあり、また宇宙の中にもある。宇宙生命の一実体である。と。このことをきっかけに、戸田は法華経を広めることこそが、自分の生涯をかけて行う使命だと自覚するようになったとされています。太平洋戦争終戦直前の1945年7月、戸田は2年に及ぶ獄中生活を終え、出獄します。この時、創価教育学会の幹部の多くが信仰を捨て、組織は壊滅状態でした。そのため、まず戸田は組織の立て直しをするべく、戦前から続けていた通信教育と出版事業に取り組む傍ら、創価教育学会を現在の創価学会に改め、組織整備を開始します。前身の創価教育学会は教職員による集まりであったのに対し、創価学会は日蓮召集の信仰を中心に広く一般人を受け入れるという姿勢を取りました。そのため、このタイミングで創価学会は宗教組織となったと言ってよいでしょう。戸田は1951年に創価学会会長に就任すると、その就任の挨拶で、自分が生きている間に75万世帯を信者にすることを目標に掲げます。
この時点での会員数は約3000人。途方もない目標かと思われましたが、創価学会はここから大規模な布教活動を始め、会員数は急増します。これには時代的な背景もありました。当時は高度経済成長期。この時代、地方から多くの若者が都市部に仕事を求めやってきました。彼らは都会に基盤がなく、さらに中学校を卒業してすぐに都会に出たため、中小企業や零細企業にしか就職できず、生活は不安定でした。そんな彼らの受け皿となったのが、創価学会だったのです。日蓮は、冬は必ず春となる。大厄が起これば、必ず大善が来る、などと説いています。これは人生において直面するいかなる困難をも前向きに捉え、全身のバネと捉えなさいという考え方で、創価学会では宿命転換、つまり運命は信仰によって好転するという重要なキーワードとなり、都会で孤独に生きる若者たちの心に刺さりました。また、信仰のルーティーンも若者たちにとって信仰の大きな要因になったとされています。現在まで続く創価学会の会員の日常ルーティーンは、毎日朝晩に法華経を唱える勤行を行い、毎月1回の座談会で互いの信仰体験を語り合うことです。この座談会は、近隣の会員が集い合える会員の家を主な会場として開催されました。ここで会員は自分たちの信仰体験や悩みを分かち合い、そのことでコミュニティが作られ、都会に身一つで出た若者たちにとって、創価学会が居場所となりました。また、創価学会の基本的な信仰活動で、もう一つ重要なものとして、釈服があります。釈服とは、釈破細服を略した仏教用語で、人を議論などによって破り、自己の誤りを悟らせるという意味があり、創価学会における釈服は、会員でない人を論破し、創価学会を信仰させる行動のことを指しました。第二代会長の戸田は、釈服経典という釈服の教材を出し、会員はそれをもとに釈服を行い、この活動は釈服大行進と呼ばれるほど大規模なものとなりました。その結果、信者の数は急増します。一方でこの釈服はかなり強引なものでした。釈服をする際、会員は対象者の家にアポなし突撃して入信を迫ったり、時として大人数で対象者を取り囲んだりすることもありました。また、釈服は家庭だけでなく、他の宗教や宗派の宗教施設にも及びます。例えば、彼らはキリスト教の教会にやってきて、イエスが復活することは非科学的で、キリスト教の議論は間違っていると議論を吹っかけてきました。こうした強引な活動は当然社会問題となり、創価学会イコール危険というイメージを浸透させる大きな要因となりました。しかし、このような活動は確実に信者の数を増やしていき、1957年12月には戸田が目標としていた75万世帯を達成するに至ります。その戸田は1958年に死去。彼の後を第三代会長、池田大作が継ぎます。池田は創価学会の勢力をさらに拡大させ、その勢いは日本国内にとどまらず、海外に支部を設立するまでに至ります。また、池田は教育にも力を入れ、創価学園や創価大学などの教育機関も作りました。そして中でも、池田が力を入れたのが選挙でした。創価学会が政治の世界に進出したのは、戸田が会長を務めていた1954年のこと。この年の11月に政界進出を目的に、創価学会内部で文化部が創設され、翌1955年3月の統一地方選挙で、首都圏の自治体議会選挙に候補者を擁立し、合計で53議席を得ました。
1956年には国政進出も果たし、参議院議員選挙で3議席を獲得。しかし、なぜ創価学会は政界に進出したのでしょうか。その動機としては、政界に創価学会の人材を輩出し、より良き社会を作る。国民生活を改善するには、密接に関わっている政治を変革すべき、といったことが挙げられています。一方で、選挙が会員を一致団結させる一大イベントとして捉えられ、選挙自体が目的になっている側面もありました。実際、戸田自身は幹部会で、選挙になると会員たちの目の色が変わってくるので、支部や学会の心身を引き締めるために使えると述べています。創価学会の政界進出の動きは、池田が会長に就任するとさらに加速します。1963年の東京都議会選挙では17議席を獲得。55年体制のもと、戦後しばらく日本の国政で二大政党制を構成した自由民主党と日本社会党に次いで第3党に躍進します。さらに翌1964年には創価学会から政治部門が独立し、公明党が誕生します。公明党は選挙期間になると、創価学会の施設を全面的にフル活用。1967年には、衆議院と参議院で合計45議席を獲得し、国会でも第3党になるまでに成長します。しかし、公明党には一つ問題がありました。それは、彼らの政治姿勢について。公明党の公式ホームページにおいて、公明党は、創価学会の仏法の理念に基づいて活動していることを明記していますが、これは日本国憲法が定める、政教分離の原則に反するのでは、と考えられていました。実際、政権与党だった自民党は、当時野党だった公明党を、長年この点で批判していました。しかし、1998年の参議院選挙で大幅に議席を減らすと、自民党は公明党に接近。自民党は選挙で勝つために創価学会の票を欲していました。そして1999年に自民党は自由党と公明党との連立政権を立てます。その後自由党は連立を離脱し、離脱に反対した自由党議員は保守党を結成して自民党との連立を維持。やがて保守党は自民党に合流し、現在の自公連立政権の形となりました。ここで一つ疑問が出てくるでしょう。創価学会は一体どうやって政治活動を行うための資金を用意したのか。一般的に国政選挙には6000万円以上、市議会議員選挙には200万円から800万円と選挙には大金が必要とされています。そんな大金が必要とされる選挙を70年も行っていることから、創価学会に相当な資金力があることに疑いの余地はないでしょう。その資金集めの方法として、会員から入会金や会員費を搾取するという方法を想像しがちですが、創価学会の場合そうではありません。創価学会の会員には入会金や会員費は全くかからないのです。じゃあその資金源は何かというと、主に政教新聞の購読料。政教新聞とは創価学会の日刊機関紙で、宗教的、創価学会に関わる組織的な記事と一般的な記事で構成されています。その購読料は月額1934円。そしてその発行部数は現在550万部とされており、単純計算で約100億円の売り上げを叩き出していることになります。この政教新聞は創価学会の会員だけが読んでいるわけではなく、会員が会員でない人にその購読を勧めることもあります。場合によっては会員自身が購読料を負担し、会員以外の人に読者になってもらうことも。そのため会員の中には新聞の購読料を何部も負担している人もいるとか。
さらに新聞の配達も会員が行っており、それは信仰活動の一環として捉えられています。配達の報酬はかなり少ないですが、配達員は池田大作先生のお手紙を配達する重大な使命を果たしていると考えられ、創価学会から無冠の友と称賛されています。この政教新聞の購読料の収入が創価学会の大きな資金源となっていますが、他にも池田の著書の売り上げも創価学会の大きな資金源の一つです。池田はその生涯で多くの本を出版しており、その多くは創価学会の出版部から発売されています。そのため本を作るための手数料はほとんどかからず、本の売り上げのほとんどが創価学会の資金となっていくわけです。さらに、池田個人がもらった印税もすべて創価学会に寄付されています。池田の年収は一番多い時で5億円ほどと見られています。そして池田は税金などを引かれた手取り収入のほとんどを創価学会に寄付しているため、彼一人の力がいかに大きかったことかがわかるでしょう。現在も創価学会は多くの資産を保持しているとされ、この資金力を背景に、今もなお政治や教育など多岐にわたる活動ができるというわけです。このような大規模な組織によくある話として、一部の人間が私腹を肥やすなんて話がありますが、創価学会ではそういったことはなく、幹部を含め会員みんなからお金を集め運営しています。そういった意味では、創価学会はクリーンな組織と言えるでしょう。しかし、だからといって創価学会に全く問題がないわけではありません。創価学会では、政教新聞を何部も購読したり、池田の著書を多く購入したり、寄付を行ったりと、多額のお金を創価学会に落とせば落とすほど、他の会員に信仰心が高い人として一目を置かれます。そのため、会員同士が競って創価学会にお金を落とし、会員の家庭が貧困にあえぐということが起こっています。また、放罰論の考え方も問題を生み出しています。強引な釈服が社会問題となったのはすでに説明した通りです。さらに、放罰論の考えのもと、他の宗教や宗派に関連する行動を行ったり、行事に参加することを拒否する会員が少なからずおり、その影響は会員の子供たちにも影響を与えています。創価学会では、一家和楽という家族全員が創価学会を信仰しようというスローガンがあり、基本的に会員の子供は物心つく前から創価学会の信仰を叩き込まれます。そして会員の子供は成長すると様々な問題にぶつかることになるのです。例えば修学旅行に行っても神社の鳥居さえくぐらず、いくら周りが鳥居をくぐるよう言っても、それは間違った信仰だと言って取り合わず、これがいじめに発展するといったことがあります。嫌ならさっさとやめればいいのでは?と思うかもしれませんが、創価学会を簡単に辞めることもできません。創価学会に入会すると、まず、投函カードというものに個人情報が記録されます。投函カードとは、創価学会における住民票のようなものです。そしてもし創価学会を退会するためには、この投函カードに退会済みと記してもらう必要があるわけですが、そのためには、創価学会の本部に出向かなければいけません。当然、そこで本部の人間に退会をやめるよう説得を受け、これが退会のハードルとなるわけです。仮にこの説得を跳ねのけて退会できたとしても、カード自体が破棄されることはなく、その人がいつでも創価学会に戻れるようになっています。また、いざ自分が退会できたとしても、まだ会員である家族が他の会員からレッテル貼りに遭い、不利益を被る可能性もあり、自分の意思だけで退会できないというケースもあるようです。現在の創価学会の会員数は、日本国内で約827万世帯とされていますが、みんながみんな、
本気で創価学会の教えを信じているというわけではないようですね。今回は創価学会について紹介しました。宗教イコール危険というイメージが強く、実際創価学会には負の側面があることは間違いありませんが、一方で創価学会が人々の拠り所になったことも確かなようです。宗教について頭ごなしに否定するのではなく、その宗教がどのような教えを持ち、どのような歴史的背景で発展していったのかを知ることが大事でしょう。皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。